おはよう、世界の諸君。今日は素晴らしい知らせを持ってきた。いや、もうこの茶番は2回目だからダメだよ。そんで今日は何を撮影するんだっけかな？ああ、今日はね、ウプ主のファンパレモーニングルーティーンを紹介するための撮影を行うよ。それって誰得の動画なの？まあ誰得というか、ネタが思いつかなかったからかな。興味ないかもしれないけど、こいつが朝目覚めてから、ファンパレを起動して何をしているかを動画にします。本当にどうでもいい感じの動画だな。どうでもいいとはなんだ？みんな知りたいだろ？私のアルティメットルーティンを。またトリコネタをぶっこんできたよ。まあまあ、我々もお盆で暇だから時間つぶしになるだろうし、適度にツッコミを入れていこうじゃないか。ああ、そうだな。今回は我々がこいつの生態に迫る感じだな。というわけで、皆さん、茶番を含め、ウプ主のモーニングルーティンをご覧ください。ではこの私、セバスチャンのファンパレモーニングルーティンをお送りさせていただきます。呪術廻戦、ファントムパレード。いや見えない見えない、変なのが邪魔してる。鳥のさえずりとともに目覚める私。朝は体を目覚めさせるためのランニング。そしてその後はコーヒーブレイクタイム。そしていよいよここでファンパレを起動する。ああ、なんという素晴らしいモーニングルーティンなんだ。いや、お前の朝はベッドでダラダラしながらファンパレを起動するところから始まってるだろ。っていうかそんな成功者みたいな生活なんか一切してないじゃないか。嘘つくな、バラすの早くね。さあ、というわけで、ウプ主の実態を晒していきたいと思います。これマジでログイン画面じゃんか。ああ、そうだよ。これやるよ。そうじゃないとモーニングルーティーンとは言えないからね。本当に私が何も考えずに作業しているのがバレてしまう企画だ。あ、おはようミワちゃん、今日も可愛いね、ブヘヘヘヘヘヘヘ。うわ、朝から気持ち悪いこと言ってるんだな。これが実態なのか。我々はやべえ奴の家に住み着いているのを改めて実感させられるな。価値を譲る気はありません。美しい。もうこいつ病気だよ。誰か、救急車をお願いします。とりあえず病院送りにするのは後にして、まずはどんな行動を取るのかな？一番最初はどうやら派遣を実施するみたいだな。トラブルがないといいのですが。これでデイリーを一個消化したな。次は一体何をやるんだろうか？は、よーし、一丁頑張りますか。教育が必要そうだな。あ、これは AP を200消化した感じだな。なのでこれでデイリー2個目をクリアだ。そうなってくると次は強化か。そうみたいだな。だが何を強化するかで迷ってるみたいだ。いや、単純にまだ寝ぼけているのかもしれないよ。あいつ絶対に確定してないだろ。そのようだ。でもこの強化でデイリー3個目をクリアしたな。次は何をするんだろうか。あ、多分また AP を消化するためにグレードの強化ができそうなのを一生懸命探しているようだ。むむむむむ、どうしたんだ。おそらくだが、予想以上にグレード強化できてしまったのだろう。その結果、AP 消費をしたくでもできない状態なので、まだキャラの確認をしなくてはいけないと。なるほどな。でもやっとこさターゲットが決まったみたいだよ。そしたら何をするのかというと、そうです。この樹外散歩にてたまっていた AP を回収するのです。そしてその回収した AP を伏黒の強化に使用するという流れのようです。何も考えずに全 AP をぶっ込みやがった。まあモーニングルーティンのという名の朝活だからな。何も考えてないんだろ。というわけで、これでデイリー4つ目の AP400 個を消化しましたね。一応そのまま強化を続けるんだな。それで、次は一体何をするんだろう。まあデイリーを考えると残りのやることは明確なんだけどな。ということでここからは領域調査が始まります。確かにそうか。てかこの領域調査はいろいろ操作が入って結構大変なんじゃないか。私の領域調査はあまり手を動かさない方針です。基本的にオートなんだけど、キャラ変更とかは行います。なのでここからはウプ主の領域調査ルーティーンをお見せします。まあ確かにどうやってるのかは少し気になるわね。まずメンバーはこんな感じ。そんで階層残滓はこんな感じ。まああんまり深く考えても意味はないので、どんどん進めます。意味ないんかい。最強、見せてあげよう。まあ、とりあえずさっき言った通りオートでやります。手早い、あい、考えろ。やっちゃっていいの？行くぞキャシー。せいや、あいつの基本的に紫五条は必殺技が溜まったらキープさせて最終戦に持っていきます。勝つんだ。やっちゃっていいの？少し痛いかも。まあ最強だからね。これで紫五条は必殺が打てる状態までいったので、パーティーチェンジを行います。
支援しましょう。ここの支援はヨダメアップでいいんですね。ああ、基本的にはそれでいきます。そんでここで紫5条から赤5条へチェンジします。そして海藻残滓は地震への攻撃引き付け残滓を持たせておきます。これで他のキャラはダメージを受けなくなるので安心してオートで戦わせられます。そういう使い方をするわけね。こういった敵との戦い方を教えよう。勝つだ。手加減をしてあげるよ。行くぞキャシー。せいや合わせる。最後まで気は抜くな。惜しかったが、まあ普通に2ターンで終わりだな。やっちゃっていいの。ここで叩く。7人と乙骨の必殺が満タンになってたから、次のターンでぶっ刺することになるかな。オートなので必ずそうなります。支援します。7人の支援助かるぜ。お次はこいつらか。まあでもやることは変わらんし、このまま行くよ。引き張っていきましょう。教育者として負けられんな。さて、相手か。そんじゃ、7人と骨の対象の7対3の点を弱点にする。私からは以上です。愛してるよ、リカ。一緒に行こう。決めます。終わらせる。いやー、この二人の掛け合いもかっこいいね。キャラを意識しての掛け合い演出を出してるわけじゃないからな。一瞬掛け合い演出の動画を作ってみようかと思ったけど、すでに他の方がやられてるのでやめました。支援しましょう。さて、お次でやっとこさ4戦目になりますね。オートでやってるとはいえやっぱり時間はかかるもの。だがオートでやるということは、その分他の作業ができるんだ。他の作業って、お前朝何をしてるんだ？何をってとや、ネットサーフィン。やっぱり序盤のモーニングルーティンは嘘だらけだな。状態にはちょうどいいかな。勝つ。勝つだ。やっちゃっていいの？行くぞキャシー。せいや。これで様子見たな。これでまた必殺が溜まったのでぶっ刺していきましょう。手早さ勝つだ。それじゃおしまいにしようか。行くぞ総力戦だ。これで払い切る。術式判定赤。立てる。はい。その調子で頼む。一瞬倒しきれないかと思ったけど、連携のおかげで倒せましたわ。授業は終わりだ。これで4戦まで終わったな。復習もしておき。次で朝活最後の戦いになるな。ここは7人ではなく脱走の支援を選んでおきましょう。そんで5戦目は赤五条先生ではなく紫五条先生に入れ替えて挑みましょうかね。それだけの入れ替え作業をやって、またオートでいいってこと？はい、なるべく手をかけないようにして確実に倒すことを意識しております。なんだか外見だけかっこよくて、中身がダメダメな人間のような感じだな。すごく嫌な例え方をするのね。こういった敵との戦い方を教えよう。ただ、さすがに2ターンでは終わらないな。行きます。おしまいにしようか。行くぞキャシー。せいや合わせろ。いかん。挙式紫。ここで叩く。あ、やっぱりな。これはまた次のターンで7人と奥骨の必殺でフィニッシュかな。てか、可愛く叩き直す。対象の7対3の点を弱点にする。私からは以上です。愛してるよ、リカ。一緒に行こう。決めます。終わらせ。では、今日はこれで直帰します。ほい、一挙上がり。これで値のファンファレのモーニングルーティン終了になります。モーニングルーティンとか言うなよ。お前のは朝活でいいよ。で、厳しいですね。まあそういうわけなので、今回の動画はここまでになります。この後もどんどん動画を出していく予定なので、よかったらたくさん見てやってください。それじゃあ、バイバーイ。ふ。俺に惚れるなよ。